じゃあチャピくんに質問です。鈴カス好きな人、カステラ好きな人、ドーナツ好きな人、ドーナツ好き、今日ポンデリング食べた人、覚えてないな、ドーナツ好きな人、ドーナツ食べる人、鈴カス好きな人、カステラ好きな人、プリン食べる人。プリンは最近食べてないね。じゃあまたドーナツ買う人、ドーナツ買ってくる？いっぱい食べる。ドーナツね、買いに行こうね。ドーナツまた買いに行く人ね。いっぱい食べてる？甘いの大好きね。さあ、おいしいおいしい、ドーナツ食べようね。ドーナツ好きな人、ドーナツ好き、よし、また買ってあげよう。余ったらママが食べるよ。それが目的だ。